ガブリエル・フォン・バイディッチは、ハンガリー出身のアメリカ合衆国の作曲家。生前24作のグランドオペラを作曲した。父アロイジウス・バイディッチ・フォン・ベルボバツは、ペーチ大学の哲学教授で、母ヘレーナ・フォン・ドーン・ホーフは、プロイセン貴族の娘であった。知的な家庭環境に育ち、ブダペスト王立音楽院に進んで、ハンス・ケスラーに作曲を、エミール・フォン・ザ・ウアーにピアノを学ぶ。 1911年に渡米して劇場指揮者として活動を続ける間、人知れずブロンクスの自宅でオペラの作曲に勤しんだ。存命中に舞台化されたオペラはフリッツ・マーラーがフィラデルフィア音楽院において指揮したのみである。バイディッチの手の込んだオペラは大抵100名余りの楽団員と頻繁な舞台転換を必要としている。初期のオペラは 高キロマン主義様式にのっとっているのに対して、後年の作品は不協和になってはいるものの、決して無調を採用してはいない。台本は、ほとんどがマジャル語で書かれ、古い時代の遥か異国の地や、あるいはよその惑星を舞台に、込み入った歴史神話を描き出している。バイリッチの驚異的な作品は、生前は知られてはいなかったが、没後に関心が深まり、 カリフの魔術師数とサーは、ブダペスト国立歌劇場付属還元楽団によって、ヘロデ王の眼前のイエスは、サンディエゴ公共楽団によって、商業的に録音された。 h t t p w w w n e w m u s i c b o x o r g s l a <話し> s h p a g e n m b x i d 2 8 h f 0 4 h t t p w w w v a i m u s i c c o m スラッシュ c d s ラッシュ1 a 9 5 h t m ありがとうございます。